皆さんこんにちは、ももです。今日はリクエストでもたくさんあった夏でも崩れにくいメイクの方法を解説をしながら今日はメイク動画を撮っていこうかなと思います。今実際に私が使っているコスメで、まあ、崩れにくいなと思っているものアイテムと、まあ、メイクをしていく過程の上で、まあ、こうした方が崩れにくいよっていうのを一緒にこう加えて説明をしながらメイクしたいと思います。もしちょっとね動画が長くなりそうな気もするので、ベースメイクとアイメイクとかは別に分けて2つ動画を出そうかなと思ってます。で、私の肌は夏は T ゾーンがすっごくよく崩れるんですけど、逆にね目の周りすごく乾燥しちゃうので、メイクする前はしっかりと保湿をしてからいつもメイクに入ってます。私はメイクするときは拭き取り化粧水とかで、角質だったりとか、まあね、皮脂、余分な皮脂とかをねしっかり拭き取ってあげてからメイクに入ると、結構まあメイク持ちもすごく良くなるし、メイクもねピタッとこうくっついてくれるような感じがするので、しっかりと拭き取り化粧水はやっていきます。私この間クリニックに行った時に、拭き取り化粧水のサンプルをいただいて、クラリファイニングローションというものをこれ実際使ってみて、いやこれめっちゃいいと思って、これちょっと今度原品を買いに行こうと思っているんですけど、でもこれちょっとアルコール感がすごくあるので、アルコールフリーが私はいいなと思っているんですけど、もう動画を撮る前に普通に拭き取り化粧水終わらせてしまったんですけど、こんな感じで汚れがありました。もうね毎回ショックなんですね、拭き取り化粧水するたびに私の肌こんなに汚れてたのかって。次に保湿をしていくんですけど、これは化粧下地としても使えるアンブリーオリスのモイスチャークリーム、これを使っていきます。冬はね全部顔に塗るんですけど、夏はよれないように目の周りとか頬とか、まあ、乾燥するところだけをいつも薄く伸ばして保湿をしてます。いやー本当にね 目の周りの乾燥がいつもひどいですね私。そして次はこれもいつも使っているポール&ジョーのパールファンデーションプライマー02番を使っていきます。なんか一応プライマーって書いてあるので化粧持ちもよくしてくれると思うので、これは薄く顔全体に伸ばしていきます。メイクをねする前にプライマーとか仕込んでおくと、なんかちょっとはやっぱメイクの崩れも防げるのかなと思います。でもこれすごいしっとりしてるやつですね。そして次は RMK のベーシックコントロールカラー、色はグリーンの03番を使っていきます。私見たらわかると思うんですけどね、ここら辺肌の赤みがいつもすごいので、コントロールカラーをいつも乗せてます。こことかね赤みがひどい。でスポンジで伸ばしていきます。なんか RMK のこのコントロールカラーもう2年ぐらい使ってるかな、もうずっと何本もリピしてるコントロールカラーです。なんか他にもコントロールカラーいろいろ使ってきたはいたんですけど、なんだかんだこの RMK のコントロールカラーがすごく使いやすくて、もうずっとこれを使ってます。まあね、グリーンの下地を仕込んでおくとちょっと肌の赤みが抑えられるかなと思います。ちょっとね最近寝るのがめちゃくちゃ遅くて目のクマがひどいですけど、ごめんなさい。そして次にエテセのオイルブロックベースを使っていきます。もうねこれを使っておけば鼻のテカリはもう無敵です。ってぐらいこれめっちゃいいです。あと私はね額もテカるので額にもこれをのせていきます。なんか、まあ、これは皮脂テカリが気になるところにつけて、あとは手で伸ばしていきます。まあ、これはファンで塗る前にのせてもいいし、ファンで塗った後でもいいんですけど、まあ、私は基本ファンで塗る前にこれはのせてます。これで T ゾーンはサラサラマット肌になりました。次はケイトのシークレットスキンメーカーゼロのファンデを使っていきます。なんかファンデでこれ崩れにくいよっていうのがあったら教えてほしいです。これもスポンジで伸ばしていきます。まあ、このファンデは崩れにくいっていうか、私はどちらかというと肌をきれいに見せてくれるファンデかなと思って、最近はこのファンデをよく使っています。でファンデを塗るときは厚塗りになりすぎないようにスポンジでこうやって叩き込みながらのせていきます。このファンデ塗ったらすごい肌が綺麗に見える。
なんか手で伸ばしたりするよりかはスポンジとかで伸ばした方がこう余分のハンデとかも取ってくれるので、うん、これでしっかりと。ちょっと私は一旦ここで軽く余分なハンデがあったらティッシュで落としていきます。あ、なんか最近ちょっと焼けちゃってるからハンデの色が合ってないんだろうな。絶対白気してますね。ちょっとクリームを塗ります。切実に首も美白にしたい。まあ、光の加減とかでねちょっと首が暗く見えたりもするとは思うんですけど、これでちょっと一応ね白気はしてないと思います。でこの時に時間がある人はファンデを塗ったら、まあ、ちょっと時間を置くとファンデがね肌に馴染んでいくのでちょっと馴染ませていきたいと思います。私はとりあえずこのクマとニキビ跡とかが結構気になるのでコンシーラーでここは隠していきたいと思います。コンシーラーは最近毎日使っていて、ベージュチューのコンシーラーで色はライトベージュを使ってます。ちゃんと寝ないとクマやばいな。これをスポンジで叩き込んでいきます。このコンシーラー使いすぎてもうなくなりそうで、ちょっと次のストック分を買わなければ。これでちょっとはクマは隠れたんじゃないでしょうか。これもさっきファンデ塗ったやつと同じようにとりあえずひたすら叩き込みます。私前髪を作ったりしてる時はもうおでことかあんまりファンデ塗ってないですもんね。いつもパウダーだけとかにしたりしてますね、ニキビがある時は。そして次はパウダーなんですけど、私がめちゃくちゃおすすめしたいのがバニラコのプライムフィニッシングパウダーってやつと、でこっちはイニズフリーのノーセバンパウダー。これすごく有名かと思います。これはパッケージは限定のものです。このイニズフリーの方はメイクの使用するときにいつも使っているので今回のメイクでは使いません。でこのバニラコのパウダー一旦ね蓋に出さないといけないタイプなんですよね。こんな感じで色はついてなくて白いパウダーです。パウダーをのせるとき付属のパフでもいいですし、こういうなんかちょっとこういうもちもちっとした感じのシリコンっぽい感じのパフでつけるとより化粧の持ちが良くなると思って最近はこれで使ってます。でパフを折り曲げてつけてからテカリが気になる T ゾーンからのせていきます。このパウダー本当に一日中ずっとサラサラの肌にしてくれるのでこれ本当におすすめです。ほらもうめっちゃサラサラやもん、やばい。まあ、気になる T ゾーンだけのせてもいいですし、なんかまあブラシとか使ってふわっとのせてもいいと思います。まあ、いつも私パウダーは全体的にのせてはいるんですけど T ゾーン以外は軽くのせています。もう私はマットな肌が好きなので全部のせてます。でアイシャドウと眉毛をね描く前にねここにもしっかりとパウダーをのせておくと眉毛とアイシャドウの持ちも良くなるのでここにものせます。はい、これでベースメイクの完成です。すごいサラサラなマット肌になりました。このバニラコのパウダー使うと一日中肌がずっとサラサラなんでめっちゃおすすめなんでぜひ試してみてください。はい、というわけで私の夏の崩れにくいベースメイクの作り方は以上です。まあね参考になったかわからないですけど少しでもまあ、ね、参考になれば嬉しいです。そして大事なこと言うの一つ言い忘れていたんですけど、皆さん顔の産毛ってお手入れしてますか？剃ってますか？ちゃんと顔の産毛をね剃ることによって肌のトーンもワントーン上がるし、あとね化粧の持ちもね良くなると思うので、ね、顔の産毛とかね剃ったことないよっていう人はね一度剃ってみてください。本当にね顔のトーンがワントーン上がったし化粧の持ちもねなんかやっぱ良くなったのかなとやっぱ感じたので、夏とか特に顔の産毛のお手入れとかもねやってあげるといいかなと思います。